ここで使うのね、青い鍵。よしよし。いや、めっちゃ目に良さそうな場所出てきた。いや、グリーングリーンしてるね。めっちゃグリーンだよ。いいんだよ。それにしても昆虫の絵多いな。ちょっと虫苦手やから今すぐこの場から立ち去りたい気分やけど。よう見たらほんまに虫が動いとる。ちゃんと掃除して。美術館の評判悪くなるよ。僕、アリ。アリが喋んな。僕、絵、大好き。僕の絵、見たいけど。ちょっと遠いところにある。いや知らんがな。ナルシストアリ、自分の絵大好きか。勝手に見に行け。橋に注意。何、一休さん、この橋渡るべからずみたいなあったけど。あ、好き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 焼き大好きよ。いや一休さん、すき焼き食わんやろ。知らんけど気持ち悪いけど片っ端から絵を見ていくよ。はい、クモ。はい、チョウチョウ。ハツテントムシ。プラローグ。プラローグ、虫ちゃうやん。どういうこと。第一章なんか始まった。第二章物語続いてるよ。最終章、蝶々になった。幼虫から蝶々になった。蝶々の成長の物語やった。橋を渡るなっつってんだから真ん中を歩けばいいだけの話じゃないんですかよ。あやあやー、国酒。国酒がビヨヨーンって。危なー。治安の悪いファンが握手求めてるみたいになってる。ごめんねー、握手お断りだからさ。イブちゃん、みんなのアイドルだから NG なんだわ。アリの絵ってこれ、よく見るとこの絵は壁から外せそうだ。ほな外すやろ。アリの絵ゲット。アリくんに見したろ。あ、それ僕の絵、やっぱりかっこいい。うっとり。そんだけうっとりするだけ。なんちゃうねんこのアリの絵。ほんまにただのナルシストアリ。アリなんか見た目全部一緒やぞ。とりあえずこっちの部屋入ります。おいしょしょーす。穴開いてない。これじゃ通れないよ。床が抜けていて通れない。アリの絵を置いてみようか。あ、ここで使うんだ。いや心もとね。穴開かへんか、これ大丈夫か。危なかった。ちょっと破れたんですけど、戻る時のこと考えてる。なるようになるさ。あれ鍵じゃね。出口の鍵かな。いや奥になんか立ってんな。鍵取ったら襲ってくるとかいう古典的なやつやめてな。エピローグ、先の物語の続き。ハッピーエンドで終わってほしいけど、雲に蝶々食われてもうてる。食物連鎖怒ってんな。不吉な予感だねこれ。頭がない像がある。いや無個性の像。なぜここに。無視して鍵取っちゃいます。何かが落ちている。緑の鍵を手に入れた。あーにゃ、お決まりのやつやで。これちょっとおるけど破れたあかんで、ね、マジで。破れたけど落ちなかった。来ないね。どうなったの。絵に穴が開いてしまった。いやこれ絶対落ちちゃったよね。サンドラの穴開けちゃったよね。知らねえと。ドア開けますよ。まだいたのね。ここで緑の鍵を使っていく。おじゅしーす。次はイエロー。これ何色出てくんの。なんか正面顔みたいになってない。鬼ガン見されてんねんけど。口元おちょぼだね。壁に魚の形のくぼみがある。言われてみたら魚の形してろ。おちょぼ魚口。とりあえず左の部屋行く。魚のはめるやつどこ。赤い布でバリ隠してるやん。絶対この中の一つに魚のパーツあるんちゃう。見つけられるかもしれへんからビクビクしてんちゃう。痛まいの腕。絶対この魚や。こっちにあったわ。んどうやって取るんや。しかしなんかおる。何かが体操している。なぜに体操。健康第一かバカ野郎。壁の中でやるな、外でやれバカ野郎。いやなんか出たぞバカ野郎。かくれんぼする。え、急に不意打ちかくれんぼ。もう始まった。今から隠れるわとか言うてよ。とりあえず赤いの一個ずつひっぺかしててええんやろ。女の子のスカートめくる感じでやればええに余裕や。まずはこっからジャイアン。カーテンの下にボタンがある。押すだろう。え、赤ハンド赤ハンド。なんじゃこりゃこりゃ。次はこっちだ。押すぞバカ野郎。音符。音持ってかれた。 BGM の常設そっちですな。はよ当てない。一個一個これだるすぎる。はよ当たってくれ。オープンじゃ。音。今一番会いたい人、この出会いに感謝。見つかった。景品あげる。お魚もらえろ。何かが落ちている。木の魚、頭を手に入れた。頭だけ全部くれよ。頭部と胴体と両方くれ。ケチ。頭だけでいけるか試してみる。無理だったね。ほほ。
ほな次右の部屋突撃じゃー。趣味の悪い部屋。こんなとこにほんまにあんのか。よう見たら奥の方に魚あるやんけー。いざまい。箱の中には汚れたパレットと筆が入ってる。ちゃんと洗え。箱の中には小さな動物の剥製がたくさん入ってる。動物の剥製キモ。悪趣味。箱の中にはよくわからない置物が入ってる。なんなんじゃそりゃ。棚の上に何かが見えるが手が届かない。あれ、あれが欲しい。でも届かない。なんか台とかないかな。押して動かせそうな台がある。あるやないかい。せやー、どこい。カモン。わっしょい。うん。サンドアップ。どこ行くの。勝手に歩くな。台の下から足が4つ生えている。こいつよ見たら片足靴履いてなくない。下半身でれら。足元を凝視する。それぞれの足がハイヒールを履いている。なに、一つの足だけハイヒールがない。ご安心くださいマス先生、この中に汚い靴あれ。おひょ、箱の底に水色の小さなハイヒールが見えるぞ。アスラン、ガラスのハイヒールゲッチョ、すぐお持ちいたします。ハイヒールいっちゃおう。どうぞ。喜んでる。ほんでどない生徒、あ、ついてくるシステム。いや、邪魔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 してやんと、早くこっち来い。そこで止まっといて。カオス、カンタラー。よいしょ、何かがある。魚の尻尾ゲットだぜ。よいしょ、魚の頭と尻尾がくっついて一つになった。魚のオブジェになったよ。下半身でれろ、手助けご苦労。魚のオブジェハメハメしていく。ハメ倒すでごわす。よく見たら猫の顔して。にゃー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 にさらしてくれぞにゃー。とりあえず道開いた、進む。レッツニャーゴー。まだイエローの場所続いてる。かわいい双葉が咲いてあるよ。どっから見てたらええんやろ。わおー、こいつタンハキ寄りましたわ。ザッケンのファク。アンバランスな箱、バランス悪い箱は。なんこれ、忘れた頃に。何を、猛進注意。たけだけしい唇に注意せよ。どんな唇出てくんねん。唇お化け浜ちゃん、やること多いな。どっから手つけたええねー。また文字書いてるよ。嘘つきの部屋。嘘ついたハリセンボンのマス。やりすぎじゃない。おちしゃーす。文字たくさん書いてる人多くない。仲間外れが一人いる。この中に裏切り者がいる。謎解き系苦手よ。白い服が言っていることは本当だよ。じゃあ白い服の話を聞こう。シーナゴこそ本当に正しい場所よ。何言ってんの。別の意見を聞こう。本当のこと言ってんのは緑の服だけだよ。いや本当のこと言ってる人二人おる。もう絶賛パニック中。緑の大方話聞かせて。 F なラグ、そこが正しい場所さ。何言ってんの。 F4 なるの F6 か。もう昨日言うてる場合か。 B の2、そこが正しい場所だよ。黄色の服に同意。実に面白い。この謎すべて解けました。イブちゃんが教えてあげましょう。 1+1=3。 グーはチョキに弱い。ねえ牛、猫、トラ、山。ディズニーランドは東京にあるんや。西からお日様は登って東に沈む。あれ、さっき食べたご飯ないんだっけ。ああ、チンチンかよい。クソして。答えは B の2、茶色の服着てるやつが仲間外れ。オードシャース。あ、こういう感じね。B の2はここ。足元に剥がれそうなタイルがある。合ってるかな。急に不安になってきた。床の穴に双葉の形のネジが刺さってる。回します。ドキドキ。ドキドキ。ゴゴ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 ゴ